私はめぐみ。高校の同級生だった夫、浩二と結婚して10年。この度3人目の子供が生まれた。3人目で初めて女の子ね。名前はもう決めた？うん、レナっていうのはどうかな。綺麗な名前ね。いいと思う。うちのお母さんからお祝いのメッセージが来てる。おめでとうだって。めぐみ、レナを抱っこして。写真撮るからお母さんに送ってあげなよ。うん、浩二も写真撮ってあげるよ。お母さんに送ったらどうかな。いや、俺はいいよ。浩二、上二人の時も無関心だったし、今回も同じだと思うから。浩二は実の両親とあまり仲が良くない。良くないというか、義兄と比べられてずっと差別されてきた。結婚する時も素っ気なかったし、出産後に子供を見せに行っても興味なさそうだったっけ。あからさまに浩二を見下してて不快だったな。浩二の親、ずっとお兄さんの自慢ばかりだったしさ。浩二の兄、ゆうたは昔から優秀で、今は一流企業に勤めている。嫁のさきは元モデルで自分で化粧会社を経営しているキャリアウーマン。お兄さん夫婦は親戚だけどほぼ交流ないから、未だに別世界の人って感じしちゃうけど。そうだ、兄さんが子供が生まれたら教えてほしいって言ってたんだ。兄さんには報告しておこう。そういえばお兄さん夫婦って子供いないわよね。作らない主義なのかな。どうだろう、二人とも仕事で忙しいみたいだし、それどころじゃないんじゃない。うん、可愛く撮れた。早速送ろう。三人目が生まれました。名前はレナです。と。これが、後にとんでもない事態になるとは夢にも思わなかった。退院当日。ただいま！やっぱり家が一番だわ。ママ、お帰り！赤ちゃん見せて！はいはい、あなたたちの妹のレナちゃんよ。優しくしてあげてね。わー、ちっちゃいね。かわいい。レナは俺が抱っこするから、めぐみは少し横になったら？ありがとう、そうさせてもらうわ。あなたが育休取ってくれて助かったわ。うちの親は遠方だから来てもらうの大変だったし。三人もいるんだから、めぐみだけで育児するなんて無理だよ。ん？誰かな？え？どうしたの？うちの親と兄さんが来てる。え？結婚してから浩二の家族がうちに来たのは初めてだった。いらっしゃい。どうしたの急に。いえね、あなたたちに三人目が生まれたって聞いたものだから。え？よかったら上がっていってください。ああ、そうだな。おじいちゃんとおばあちゃん？そうよ、ご挨拶は？こんにちは。あなたたちは自分のお部屋にいようか。それでどうしたの？出産祝いに来たんじゃないだろう？いいえ、お祝いに来たのよ。めぐみさん、出産お疲れ様でした。はあ。若いのに3人も産んだってことは、めぐみさんの家はきっと多産系の家なんだろうな。多産系って？そうね、だからきっとまたすぐできるでしょ。あの、さっきから何が言いたいんです？こういうのははっきり伝えた方がいいわね。実は、あなたが産んだ女の子をユータに譲ってほしいの。はぁ？うちは二人とも忙しいし、子供を作るにしても妊娠出産のプロセスが面倒でね。浩二に三人目が生まれたって聞いて、妻のさきとちょうどいいなって話をしたんだ。ちょうどいい？私、子供を持つなら絶対女の子って決めてたの。男の子はうるさいし汚いし苦手だから。女の子は可愛い服も着せられるし、将来は私の仕事をサポートしてくれる大事なスタッフにできるもの。何言ってるんですか？女の子が欲しければ自分で産めばいいじゃないですか。いやよ。妊娠で体型を崩したくないわ。あと確実に女の子ができるかわからないもの。そうだな。欲しくないのに男が生まれたら困るよな。あなたたち貧乏で困ってるでしょ。女の子をユータの子にするなら一人食いぶちが減るし、ユータたちも相応の金額を支払うって言ってるのよ。そうだな。工事の年収3年分でどうだ。残った子供の教育費にもなるし、お互いウィンウィンじゃないか。子供だってユータたちに育てられた方が幸せだろう。ユータ夫婦は優秀だし、経済力だってお前たち夫婦とは比べ物にならない。衝撃すぎて言葉が出てこない。冗談じゃないわ。これ以上そんな馬鹿げた話をするならもう帰ってください。何よ、私たちはあなたたちのことを考えて言ってあげているのに。命がけで産んだ我が子を奪おうとしている人が何を言ってるんですか。最低ですよ、あなたたち。そうか、浩二はどう思うんだ。俺たちを最低だって思うのか。俺は。浩二、嘘でしょ。浩二は昔からユータに何でも譲ってあげるいい子だったのよ。ねえ浩二、そうでしょ。浩二、お前がユータの役に立つんだぞ。生まれたばかりの子供を譲ってやったらどうだ。頼むよ浩二、俺たちは女の子が欲しかったんだ。可愛がるからな。いい加減に。ごめん、帰ってくれ。そんな話いきなり言われて、はいそうですかって言えるわけがない。まあそうかもしれないわね。また近いうちに来るわ。そうだな、今日は急だったし。
じゃあまた。ねえ、どういうつもり？どうして嫌だって言わなかったの？ごめん。でも、めぐみが思っているようなことじゃない。ただ、なんて言えばいいのかわからなかった。だとしても、私はショックだった。レナは私たちの子なのよ。なのに、まるでペットショップで犬や猫を欲しがるみたいに、お金を出すからよこせって、ひどいわ。俺も、ショックだった。今までバカにされてきたけど、どこかで家族だって信じていたんだ。でも違った。コージ。今日、みんなで家に来た時、一瞬嬉しかったんだ。もしかしてレナの誕生を祝いに来てくれたのかなって。でも、それからコージは今まで誰にも言えなかった過去を私に話してくれた。家族の中で奴隷のような生活をしてきたこと、食事も兄の気分で取り上げられたり、着ているものや持ち物もいつもボロボロだったこと。そうだったの。もうあいつらに期待するのはやめるよ。今日ではっきりと分かった。じゃあちゃんと断ってくれるのね。ああ、でもその前にやりたいことがあるんだ。数日後。それね、急に呼び出してきたけど、やった赤ちゃんをユータに譲る気になった？私たち、もうそのつもりで会社にいろいろ手続きしてるの。早くしてもらえる？その前に、お姉さん、そんなに忙しかったらどうやって赤ちゃんを育てるんですか？それは大丈夫よ。24時間対応のシッターさんと契約しているから。じゃあ、そのシッターさんが育てるんですか？それならどうして子供を欲しいなんて言うんです？そうね、私くらいの年齢だと子供はって聞かれることが多くて、不妊に思われるのも嫌だし、体型も変わりたくない。老後の手続きを無料でやってくれる人が欲しい。こんなとこかしら。全部自分の都合ですね。だからどうしてうちの子なんですか？だってどこの誰が産んだかわからないと遺伝的な障害があるかもしれないじゃない。そうだな。だからお前たちの子がちょうどいいんだよ。そうそう、やっぱり血のつながりも必要よ。血がつながっているから好き勝手できるって思っているんだろう。何のこと？悪いけど、うちの娘を俺と同じ目には合わせたくない。ただ利用されて愛情もかけられなかった俺みたいに。当時お前そんなこと思ってたのか？あんなに可愛がってやったのに。機嫌が悪いと殴ってきて、俺の持ち物をわざと壊して鬱憤を晴らしていたくせに。当時お兄ちゃんにそんな言い方しちゃダメじゃない。母さんも父さんもそうやって何をしても兄さんの味方だったよね。俺が兄さんにちょっと反抗したら3日食事を抜きにしてさ。男のくせに昔のことを持ち出して情けないやつだ。本当だよ。そんなんだからお前はダメなやつなんだ。悔しかったら俺みたいに稼いでみろよ。俺はお前たちとは違う。家族を大事にするって決めたんだ。だから娘のレナも渡さない。はぁ？こっちが下手に出てれば調子に乗りやがって。ダメって言われてももういろいろ用意してるのよ。今日もらっていきますからね。じゃあ警察呼びますよ。いいんですか？大きな声で誘拐だって騒ぎますよ。お兄さんもお姉さんもそういうの困るんじゃないですか？めぐみさん、あなた私たちに歯向かう気？まっとうなことを言っているだけですけど。とにかく娘は絶対に渡しません。それを伝えるために呼び出しました。もう用は済んだのでお帰りください。はぁ？警察呼びますよ。はっ、このままじゃ済まさないから。俺もうお前たちとは縁を切るから、二度と会わないよ。そんなの許さないわよ、コージ。許してもらう必要はもうない。取れた？バッチリ。その後。すみません、いきなり同居をお願いして。いいんだよ、話を聞いて驚いた。いつまでもいてくれていいから。ありがとう。さあ、みんなでお引越しの片付けですよ。はい。あれから私たちはうちの実家へすぐに引っ越した。コージはこれを機会に仕事で独立し、自宅の仕事に切り替えた。これで会社に乗り込んで来られても平気だよ。でももうそういう元気もないんじゃない？確かに。実はあの時録音していた音声データを私たちは動画サイトにアップした。義士は元モデルということもあり、自分の会社の宣伝でメディアにもよく登場していたので、あっという間に炎上した。その流れでお兄さんも出世コースを外されて、義父母はご近所から白い目で見られて外も出られないみたい。いい気味だわ。お兄さん、仕事を辞めて実家に帰ったそうだし、離婚も秒読みかな。めぐみ、そろそろレナのミルクだろ。片付けはやっておくからあげておいでよ。私は賑やかになった家族で、ようやく落ち着いて新生活をスタートできる喜びをかみしめるのだった。